はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで、今日はちょっとピンク着てます。いつもね、僕服白黒グレーとかばっか着てるんですけど、さすがにたまには違う色着ようかなということで、今日はピンク着てみてます。ちょっとどうでもいいですね。今日はね、ちょっと前に COD のモバイルの動画を何本か上げたじゃないですか。初のね、こうモバイルゲームだったので、非常に下手くそなプレイをお見せしたんですけども、その影響なのか、今日はですね、アクティビジョン様から、エクスペリアの1マーク2っていうスマホと、これは、ちょっともう2個あるんですけど、これあれですよ、コントローラーとスマホをこう繋げられるやつ、繋げられるやつって言い方がちょっとおかしいかもしれないんですけど、こういうやつですね。コントローラーを持って、その上にスマホの画面をこう置けるっていう、くっつけられるっていうデバイス、が、届きました。今日はこれを活用して動画を撮ろうと思うんですけど、じゃあね、届いたデバイスを一個ずつ見ていこうと思うんですけど、これがね、まず、Xperia の1 Mark II の方 で、これがね、COD モバイルの公式端末になってて、COD モバイル向けに独自チューニングがされてるみたいです。だから本当 COD モバイルを考えられた上で作られたスマホ。なので本当ゲームに特化したスマホになってます。で、このね、コントローラーとスマートフォンをくっつけるやつですね。で、こっちが、いわゆる普通に、こうね、挟むタイプ、スマホ。で、こっちがね、なんか吸盤タイプになってるんですけど、これ僕付け方合ってるのかな？これで、くっつく、これでくっつくんですかね？吸盤、大丈夫かな？外れそうですけど、大丈夫ですかね？意外と、あれ？大丈夫だ。あれ？ちょっと待って。いや、落ちるんじゃないかな、これ。どうなんだ？あ、でも意外と落ちない。あ、大丈夫だ。すげえ。すごい、すごい、すごい。ほら。外れない。本当にあれですよ。冷蔵庫にピタンってあるやつですよ。じゃあ、ここに、コントローラーを、はめて、コントローラーはめて、で、ここに、で、すごい。めっちゃ動くね。反対側まで行く。反対側まで行くぞ。反対側まで行くメリットはよくわからないけど。すごいね。あ、全然、いや、心配したけど、あんまり落ちないね。てか、全然外れない。こう、激しく動かしたりもしないので、この吸盤タイプでも、全然問題なさそうですね。さあ、というわけでやっていきたいと思います。さあ、すごい。もうモバイルがコントローラーで。モバイルコントローラーでもうできますからね、今。これはね、おぉ、トリプルキルか、今の。こないだのモバイルの動画とはね、さすがに動きが違いますよ。もう少しマシなプレイをお見せできると思う。ほんと前回はすごくひどかったからね。で、今回これランクプレイに来てるんだけど、相手どうなんだろう、ボットさんも混じってんのかな、ちょっとよくわかりませんが。まずはハンターキラー。あ、待って、目の前いるぞ。ナイス。ハンターキラー流して、いや、画面がね、ほんと広いね、めちゃくちゃ。21対9かな。映画館と同じシネマワイドですね。になってるので、僕今回コントローラーでやってるけど、コントローラーじゃなくてもかなり広い画面でプレイはできそうですね、これ。さあ。よしよしよ、いいぞ。で、このまま、OK。今日はちょっと2試合ぐらい行く時間があるかな。あ、これ、ちょっと伏せれない。なぜか伏せれない。ほんとすぐ近くにいるんじゃない？今の動きはなんかスライディングしてたのかな。で、センター真ん中にいるけど、まずそっちやってからの、そこやれきれないか、これデスマシーン出して、ウィーッと。いいぞ。ウィーッと。さすがに PS4 と同じような操作性ではもちろんないけど、でも、かなり近くなってますね。よいしょよいしょ。弾は3発しかないね。これは解除しておいた方が、下げ。うおー、なんかバレてる。うおで、これハンターキラー呼んで、よいしょ。さあ、ここで、これ撃っちゃうと。で、今回ですね、これね、このゲーム画面ですよ、ゲーム画面。このエクスペリア本体で録画してます。ほんとね、もうちょ、ワンボタンですよ。なんか左上にこう、よいしょ。そのね、録画の機能の、
のボタンを出すことができるんだけど、もうそれでポチッと押したらね、すぐ録画が始まるっていう仕様になってて、ゲームエンハンサーっていうんですけど、まあこれかなり便利ですね。まあ僕も動画投稿はもう4年 ?5 年ぐらいずっとやってますけど、いやもうスマホ1本でね、ちゃちゃって録画ができる時代になったんですね、本当に。さあ、というわけで、レイドですね。BO2 のレイドをやっていきたいと思います。さあ、まずはフラグ持って、ガンガン適当に投げての、はい、おお、綺麗に入ったね。感覚で投げましたけど、忘れてなかったね。やべ、なんかなんだ大変なことになってますね、これね。おお、めちゃくちゃ上がってくるね。このゲームエンハンサー機能で、まあ、通知も、プレイ中の通知もオフに、できますし、録画も全部ワンタッチでできるという。わお、地雷が置いてあった。もうゲームはね、1時間以上ずっとつけっぱかな。なんだけど、本体が、ね、全然発熱してないですね。ずっと冷たい。冷たいって言ったらおかしいか。全然熱くならないですね、本体が。これはどういう技術使ってるのかな。なんでこんな熱くならないんだろうな。よいしょ。おーっと、これ腰打ちいけるか。いや、覗いた方がいいな。地雷が置いてある。逃げつつ。で、UAV。なんか一人右に行ったよな。二人いる。味方がやられて、ここでダブルキル！いいね、いいね。ちょっと待って、なんか、これは武器を拾っておいた方がいいでしょう。で、ハンターを流しておいての、うわー！これリスポーンするとき四角なんだね。罰じゃないんだよ。あ、四角じゃなくて罰なんだよね。よしよしよし。モバイルは別に左スティック押し込まなくても倒すだけで走れるから。癖で、でも。左スティック押し込んでしまいますね。で、ここでデスマシンボーンで。さあ、ここは BO2 のフィードのスナイパーポジですけど。いますか？こっちは空いてないな。リスポーン変わったか。この距離きついかな。どうかな。いけるね。いやー、右なんか出てない。ヘリが出てんのかなこれ。あそこにいるんだけどな。バレてんのか。あ、待って。エイムが合ってないですね。感度が合ってないですね、これね。ちょっと遠距離になるときついかな。でも何だかでいけるっていう。35対38。負けてますな。これで、触れ出たりヘリ落としてもいいかなと思ったけど、ヘリ出てからだいぶ時間が経ってるので、多分もうそろ帰ってしまうでしょう。これはなんだ？ちょっとこれどんどん落ちてる武器拾った方が強いっていうね、自分より。絶対。なんだ？これは、威力が高そうだぞ。これ銃。あーって、いる。腰打ちで。その前進んじゃおうか。あ、やった。これ、ここで絶対この先いると思うんだよ。まだ湧いてると思う。43対44。勝ちたい。なるべく左スティックをメインで。これもカットして、まだデスマシンはあるね。急げ。まずい、これ反応できるか。時間が、どうだ？ポイント。もう見てる余裕がない。弾がない！まずい。オッケー。おお。50対49。あぶねえ。ちょっと最後にこっちの方でもつけてみていいですかね。めっちゃ簡単に入った。こっちの方がやっぱりね、安定感はあるかもしれないですね。この挟むタイプ。というわけでお疲れ様でした。こちらの Xperia は、COD モバイルの、公式端末になってます。で、COD モバイルの世界大会の日本決勝戦が6月26日から27日にあるみたいなので、皆さん、チェックしてみてください。というわけでお疲れ様でした。この間の COD の新作の Cold War の再生リストは動画のエンディングの方に貼ってあるので、まだ見てない方はぜひチェックの方よろしくお願いします。お疲れ様です。